はい、それでは先ほど作ったキーポーズが0フレ、20フレ、40フレにあります。そのうち真ん中の20フレのところをミラー化してみたいと思います。まずやり方はいろいろあるとは思うんですけども、自分がよくやる方法としては、これがキャラクターのメッシュになります。これを一旦コントロールプラス D で複製をしちゃいます。で、それを中クリックを押しながら外に出してしまいましょう。そしてこれをディスプレイレイヤーのこのボタンを押してディスプレイレイヤーの中に入れてしまいます。で、これをこの空欄のところをポチッと押すと、今ワイヤー表示になってます。これが、はい、これをやることによって何が便利かと言いますと、例えば20フレの時にキャラクターが何らかの動きをしていた場合、はい、このように元々の動きポーズですね、元々のポーズと比べてどう変化したかっていうのが、まあ、一目瞭然なんですね。なのでこれから20フレで左右対称のポーズを取った時に、横から見てあ、ずれてないなっていうのが分かれば左右対称になってるんじゃないかなと、ということで便利なので一旦こういう風な状態を作ります。はい、では実際にミラー化の作業に入っていきたいと思います。まずは腰の向きですね、左右反転するので腰の回転、 X 回転ですね、 X 回転に今マイナス7っていう数字が入ってますが、ここにマイナスの加えてみましょう。マイナスと入れてエンター通すと、今腰が回ったことによって頭とかいろんなところが全体回転しちゃいましたね。ちょっとこれだと頭がブリブリ回った状態で歩いてかっこ悪くなっちゃうので一回戻します。ここで頭の方の背景の回転の方ですね、ローテートの方をブレンド1にしてあげて回転にピンを打ちます。はい、この状態で先ほどのマイナスの数字を入れてみましょう。はい、マイナスのエンターを入れました。そうすると先ほどと同じように腰は回転したんですけども、顔は正面を向いたまんまになります。はい、じゃあ腰はこれで OK なので今度は胸に行きます。で、今胸の IK はオンになっていないので FK の方でコントロールをします。 FK のX 回転を見ると10と書いてあるので、ここにマイナスを入れてエンター。はい、これで胸も反対側に回転をしました。はい、それではこんなところで体幹の部分は OK なので手足の方に進んでいきましょう。これは右足ですね。右足20フレームの時に右足はこの左足のこの位置に来ていてほしいですよね。なので右足をここに持ってくるためには左足のキーをここに貼り付ければいいということですね。ちょっとわかりにくいと思うので実際やってみます。では左足の一番最初のここのキーをコピーしてきます。で、貼り付ける対象は右足になります。で、ペーストをしてみましょう。ドン。そうすると移動したことがわかりますね。ただ正面から見るとこんなことになっています。これは当然左足の方に移動しちゃってるのでこんな感じになっているので、今度は回転ではなくて移動の X の値にマイナスを入れてエンターをします。そうすると、あ、見てわかるようにこちらに移動してくれました。はい、これで右足は完成ですね。同じように左足もやってみましょう。左足もこの時点ではここに来てほしいので、ここのキーをもらってきましょう。はい、ここですね。このキーをもらってここで反対の足に貼り付ける。はい、また同じような感じになってきましたが、正面から見ると当然逆に来てますよね。なので先ほどのマイナスとプラスを入れ替える。で、エンターでやると足が左右逆になりました。はい、
これから腕も同じようにマイナスを入れていけばできます。ただ今 FK で全て制御されているので、そうするとここを全て一個一個反転させていく必要が出てきちゃってちょっと大変なんですね。なんでここで一旦肩と手首ですね、ここを IK に切り替えて IK で反転させてみましょう。足と同じようにやりたいと思います。では一旦ここでキーを打っちゃいましょう。はい、そこで、はい、これで IK の状態になりました。はい、それでは先ほどと同じように肩選択してみましょう。これは左ですね、左肩の最初のキーをコピーしてきて、これを右肩に貼り付けてみましょう。今前にあるんですけど、ベースとってやると後ろに移動しましたね。で、正面から見てみるとさっきと同じように X が反対の方に行こうとしちゃってるのでこんな状態になっています。では肩にも足と同じようにマイナスの字を入れてみましょう。で、エンター。はい、肩の位置が反対側に来ました。で、手首もちょっと置いてかれてしまっているので、これも同じように X の値にマイナスを入れてエンターを押します。そうするとだいぶ近づいてきましたね。ただなんか回転がおかしいですね。はい、それではどっちにおかしいのかなって見てみると、まあ、Y 軸にずれてるなーっていうことがわかりますね。なんで Y 回転に今マイナスがついているのでプラスに直してエンター。だいぶ近づいてきましたね。ただこれでもまだなんかちょっと違いますね。こっち側っぽいですね。なので、これは X 軸なので X 軸の方のマイナスを消してエンターを押します。はい、これでまあぴったし合ってるなっていうのがわかりますね。はい、これで右手の方は完成です。同様のことも左手の方でやってみましょう。では右肩の0フレームをコピーしてきて20フレームの左肩にペーストします。ドン、はい、そうするとこっちも、はい、反対側に来ちゃってるのでマイナスを消してあげてこっち側に移動。手首も同じようにマイナスを消してあげて移動します。で、回転も先ほどと同じように Y 軸とあと X 軸ですねのマイナスを反転させてあげると、はい、このように横から見てぴったし合ったミラー化されたポーズが出来上がりました。はい、ここまでできたら念のため全てのコントローラーにキーを打っておきましょう。はい、あとここですね。ちなみにですけど、今こうやっていちいちスライドさせるんじゃなくてですね、ショートカットとして、ひらがなのねとるですね、これを押してあげるとこのようにキーフレームとキーフレームの間を飛び飛びと見ることができます。これもとてもよく使う機能なので覚えておくと便利です。はい、それではこのようにまあなんとなく歩いてるようなポーズができてきました。ミラー化の作成については以上です。